にちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、番外編ですね。番外編というか、なんだろう、ちょっとね、変わったところに向かっております。他の動画でキャンプに向かってる動画がアップされてると思うんですけれども、そちらの途中にですね、なんと自販機の聖地というところがあるみたいなので、そちらに向かいます。なんかね、自販機の聖地って栃木か群馬にもねあるんですよ。自販機が、昔ならではの自販機がずらーっと並んだところがあるみたいなんですけど、それがね、神奈川県の相模原にあるらしいので、そこでね、朝ごはんをみんなで食べようかなって思う。どれ？これか。あった。てか混んでる。着きました。入りまーす。こんな感じですね。すごい不思議なところにある。こっちから始まって一台ずつ見ていきますか。ポップコーンだね。ポップコーンにコーラの自販機にお菓子、ちょっと反射しちゃうのかな、ジュース、ここら辺を作ったな。で、信用できないな、汁系うどん、そば、ラーメン、あ、ゴミ箱か、器があるな、さ、買った。で、ハンバーガーありますね、280円。トーストサンド、なんでこれ、これわかんない、なにこれ、牛乳か。で、どん兵衛、カップラーメン、お菓子、なんだこれ、普通にこれ飲み物、ちょっと反射しちゃってるんで、これですね、お菓子、珍しいのがあるのかなと思ったけど、そうでもないね。この辺とかも飛ばしていいレベルだ。レトロ系がやっぱ魅力あるよね。おみくじ、ジュース、ああこういうのね、こういうの350円。どれ食べよう。ラーメン、あ、こういうのいいね、こういうのいいですね。飲み物も買いたいですね。ヨーグルト、あ、この自販機とかもいい。 UCC、 この辺いいですね、味あるね。レトロ系やっぱいいな。この辺の飲み物買おうかな。はい、で、またポップコーン、ロッテチューインガム。え、何これ、10円とかなんだけど、1枚で違うよね。この機械は、あ、100円、なるほどな。掃除が昔のまんまなんだ。ちょっと多めで、おやつ、あー、シガレット売ってる。ここはシガレット、で、ペプシ。なんかこの辺普通に食いたくなっちゃうな、きつねうどんとか。手ぶれごめんなさいね。コインも入れて27万。なんだこれ、コスモス、わかんない。で、アイス、終わりかな。あ、こっちにもなんかおみくじあったわ。お酒も売ってるね。で、タバコ屋さんがあります。反射してるな。はい、以上ですね。
こんな感じなのでちょっとどれか食べてみます。なんかよくよく見ると結構売り切れてるんですよね。中入れ替えの大変そうだよね。そばラーメン行ってみようかな。ちょっと怖いのがお客様にお買い上げいただけますが、古い機械のため稀に商品が出てこないなどの不具合があると、その場合は10時から19時に連絡してください。現在朝6時ですね。人もねいないんでめんどくさいね。私はラーメンを、はい、100円出てきちゃった。入ったかな。300円、普通のラーメンいきます。あれ、これが器出てきてるのかな。そっち箸と薬味だもんね。あ、やめろお前。箸と、あ、出来上がりまで見て、あ、反射してる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 、お前が反射してんだよ。チン入れた。これできてんじゃない。あ、なんかチュルチュルいってんな。こぼれてるよ。あれ、出すの大変だな。うわーうわー、あつあつあつ。ゴミじゃないよね。ゴミじゃねえよ。ちょっと美味しそう。ラーメンです。ちょっとどっか置きます。美味しそう。あ、ありがとう。いただきます。え、これ美味しいでしょ。音失礼します。うん、麺のコシがない。これはあれですね、おばあちゃんでも安心して食べられますね。醤油は、これはね、あのよくある海の家とかで食べる醤油の味ですね。だからおばあちゃんでも安心して食べれます。美味しいですよ。皆さんも一杯いかがですか。40じゃないですね。で、店内にはゲームコーナーがあるそうです。あ、500円玉 入らないんだ。500円玉入んない。ちょっと待って、100円に変えまーす。これ売り替えるのはここも絶対やるよ。いや、いいですね、この感じ。メッセージノートとかね。いい、風情あるね。来てよかった。来る価値はあるね。友人がこれを買いましたね。屋台の味とんこつラーメン。あのね、そんなこと気にするような雰囲気のやつじゃないのに衛生面気にしまくって結局こういうの買いました。では先ほど買えなかったトーストサンドね。ハムチーズトースト。トースト中、トースト中。40秒お待ちください。気になる。ちょっと近いかな。あのね、後ろがねこうやって柵になっちゃってるんで遠目から撮れないんだよね。いや、これ人結構いたら撮影できなかったですね。出てこないね。飲み物欲しいな。気になるのがね、トングがあるんですよ。お、最後の仕上げ。あ、消えた。じゃあちょっと開けてみますか、このトングと。あー、見て、見えます？すごい、アルミが熱いのかな、これもしかして。あ、てかトング逆に邪魔。あー、ちょっと熱い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 、超熱い。ここに置きます。熱い、これですわ。開けてみましょう。じゃあ開けてみます。トーストサンドね、ハムチーズ、アルミホイル。おお、すっごい、いい焼き目。なんか見たことあるね、こういう絨毯。
手作りでしょこれ。どっかのあの他の自販機の精神もこんな感じだったけど、これちょっと焦げすぎじゃないか説。味はちょっといただきますね。このままいただきます。うん、めっちゃ家庭の味。あの家で作れます。普通に美味しい。ごちそうさまです。というかこれね、本当にまあこういうところだからしょうがないのかもしれないけど、しょうがなくないけど、マナー悪すぎ。瓶割れてあるのあるでしょ、ラーメンの食いかけあるでしょ。でここ瓶あるじゃないですか。はい、こっち見てください。こっちに瓶入れあります。だけどこっちに置いてあります。ああなるほど、重かったのかな瓶が。そういうことかな。これちょっとさすがに怒りを覚えますね。楽しかった。お客さんはまあ1名2名いましたけどね。パパッと食べてパッと見れますね。こんなに滞在することないんで。というわけで、神奈川県の相模原かなにある自販機の聖地でした。良かったですね。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。